どうも、いちやで天才でーす。タイガでーす。高木でーす。ちょっと今日は結構硬い動画というか真剣な動画になってる。今日はちょっと特別な人呼んで来てもらってるからね。ちょっと来てもらおうか。すみません、お願いします。お願いします。お願いします。どうも、アナルソムリエ準一級のアナルミコです。はい、今日はアナルミコさんに来てもらいます。よろしくお願いします。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 ルミコちゃん、ルミコちゃん、ソムリエということで、はい、ちょっと今日は呼ばせてもらったんですけど、はい、まあどういった職業というか、まあそうですね、人のお肛門の方を匂わせてもらって、はい、まあ診断みたいな、この方は、はい、この匂いを嗅いでどういう生活をしたらいいのかとか、あ、どういう食事をされているのか、これからどういう食事にしていくかっていうのを見ていくというあのサポートをさせてもらってます。はい、そうなんですね。はい、あ、じゃあそれではまあ今日の、まあ、企画といいますか、はいはい、僕さっき質問させてもらったその匂いを嗅ぎ分けれるっていう能力、はいはい、あれをちょっと見てみたいなと思って。ああ、もちろんぜひぜひ。で、僕とその天才さんの、はい、まず匂っていただいて、はい、最後ちょっと当ててもらいたいなと。どっちの匂いか。はい、わかりました。そんな感じでちょっと、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。それではいっちゃるかな。じゃあ、じゃあ、とりあえずそれではアナルミコ先生、お願いします。お願いします。次の方お願いします。お願いします。じゃあここに四つん這いになってもらって、はいはい、普段やってるね、あの診察をとりあえずさせていただこうかなと思ってます。とりあえずじゃあ匂いの方、すいません、失礼します。あー、はいはい。あー、はいはい。どうですか。どうですか。はいはい。とりあえず、一回じゃあ落ち着いて、はい、落ち着いてもらって。普段お仕事って現場仕事をされてますよね。あ、現場仕事やってます。あ、ですよね、はい、大工か何か木材を使うような仕事をしてはるんじゃないかな。当たった。いや、ですよね、木材を使うような大工やってます。ああ、やっぱり。え、やっぱなんか出てます。そうですね、ちょっと気の匂いが振ってはないんですけど。どうぞ。すいません。すいません、じゃあちょっと、はい、診断の方させてもらいます。はい、お願いします。お前さ、じゃあお前さ、マジか。すいません。すいません。こっち見て。まあまあじゃないで。じゃあ本題の方に。そうですね。もうルミコ先生、匂いは覚えてもらった。ああ、もちろん。もう今ので OK なんですか。はい。怖っ。10年やってるから、はい、じゃあ早速、はい、お願いします。目隠し、はい、よろしくお願いします。オッケーですか。はい、先生お願いします。はい、あ、はい、わかりました。それじゃあもう先生目隠しを、はい、どうぞ。ではじゃあ先生どうですか、自信のほどは。いや、もちろんね、やっぱり私もその伊達に14年やらしてるわけではないので。まあ職業はないね、はい、それでは先生結果をお願いします。はい、1番が天才さんで2番目が、イッチーさんです。逆です。以上、アナルミコの、アナル診察室でした。ありがとうございました。やば、やばガチで、やばやばい。え、つなう、今なんで何分取った。わかる、結構だね。ごめんな、なんかそんなプレッシャー与えてもらって。やばい、ちょ、お前むっちゃ緊張したわ。ルミコ先生、なんやな、アナルミコって。今回、青葉主役やったから、しんどいわ。
俺とだがオープニングしか映ってないから、うんうんうん、まあ、声がな声ナレーション担当で正味言っていい俺多分アナルの匂いほんまに多分分かるわえ、うっせやん、うん、で、まずアナルの匂い以前に、うん、その人の匂いが出てるからあ、出てるマジであの、ガチでソムリエっぽいからやめて出てるほんまに出てんねん分かんねん俺結構鼻きくねんあ、マジで、うん、でもほんまに分かんねんほんまに分かんねんオフショットアナルミコのアナルの匂いで、うん、終わりましょうか分かるマジでえ分かるほんま分かる分かる分かる全然分かるえ普通に、うん、だって匂いするん全然いやするなまずまあ臭い以前にその匂う前のあれがやっぱ出るから、うん、え人の匂いとかも結構出るちょほんまに臭いじゃんガシ臭いじゃんほんまに俺だほんまにシャワー浴びてるし風呂入ったしガシ臭い